目的の座標に着きました。
おい。なんでまたここに来たんだよ。私たちが初めて会った場所だろ。今日こそはブローチを見つけるんじゃなかったのか。いきなり何を言い出すんだよ。どこからどう見ても同じ場所だろ。同じなのに違うって、私が賢くないって知ってて言ってるだろ。思い出せないって言っただろ。荒野でってだけで他に何を聞きたいんだよ。どういう状況でなくしたのか、それさえ思い出せばあなたの偽物も見つかります。何度も話したのにまだわからないのかよ。無理なものは無理なんだよ。分かったよ。この荒野に来たのは確か、ああ、やけに割のいい依頼を仲間が持ってきたんだ。みんなは乗り気だったけど、私は嫌な予感がしてて。でも、あの頃の私はそれを言い出せなくて、そのままここに、そうだ。こういう場所で戦ったんだ。それで、途中でウイルスが。早く、早く逃げないと。あんなウイルスなんて見たことない。きっと私たちを騙してこんなところに。私が止めなかったから。もっと積極的にみんなを止められるくらい強かったら。みんな早く逃げて。ここは私が食い止めるから。責任を持ってみんなを、みんなを。私は何を言って今頭に浮かんだのは何なんだ。私がどういう意味だよ。あなたの経歴から何をしてきたのか洗い出しました。それによるとここであった戦闘で重傷を負ったそうです。なんだよ私は何も覚えてないぞ。過去の出来事です。あなたが覚えていなくても仕方ないからな。捜査のブローチに関係していると考え調べさせてもらいました。これって、見つけたんだ。今まで手がかり一つ見つからなかったのに。なあ、私はどうしてブローチを手放したの。そこも調べたんだろ。ありがとう。お前のおかげで無事にお宝が見つかったよ。これにて私の後悔も終わりだ。新しい目的を見つけるまでは暇なんだけど、
その、まだ仲間に空きはあるような。知っての通りの性格で集団行動は苦手だけど、お前とならうまくやっていける自信はあるよ。あ、他にも条件があるのなら聞くぞ。私は器が大きいから大抵のことには動揺しない。人の道から外れていなければまるっと受け入れてやる。だからだな、私は実にお買い得だと思うんだ。ここで断ったら一生後悔するぞ。なんだよ、人がせっかくアピールしてるっていうのに笑うなって。じゃあ、当然仲間になったからにはもう怖いものなんて一つもない。お前はこの私が守ってやるからな。よーし、私が仲間になったからにはこの後悔は順風満帆パンだ。ん？なんかおかしいか？